臨床犯罪学者日村秀夫の推理、この犯罪は美しくないという決め台詞と対照的に冷たいやつだにゃーなんてお茶目な一面も見せる斉藤匠演じる日村秀夫で、一方その相棒というかワトソン君的存在が久保田正隆扮するアリス川アリスなんだけど、原作者自身がね登場人物になってるわけで、まあだからこそ大阪市出身で京都の同志社大学卒のアリス川アリスの経歴から、物語の舞台は京都が中心でアリスは関西弁っていうのも納得。うん。でも演じる久保田正隆は神奈川県出身で、そう考えるとまあまあ違和感がないレベルっていうのはさすが久保田正隆って感じね。うん。ちなみにそんな久保田正隆に関して、ウェブサイトリアルサウンド映画部1月29日付の記事ではこんな評価がなされていて、うん、同世代の若手俳優たちは爽やかさや可愛らしさ、あるいは誠実さを感じさせる端正なルックスとそれに見合った役柄によって人気を博しているが、久保田の場合は内省的であったり心に影を落とす青年の役で抜きん出た存在感を発揮している。例えば映画不甲斐ない僕は空を見たでは、経済格差の底辺で苦しむ高校生役として出演し、明日の食事もままならない貧困の渦中にいる青年の不安定な心情を丁寧に演じて国内の映画祭でも高く評価された。ドラマ版デスノートではおとなしい少年の心に宿った苦悩や悲しみ、正体が暴かれることへの恐れ、身を守るため策略を巡らすしたたかさ、そして邪魔者を排除しようとする殺意など、様々な負の感情が揺らめく様を主に目つきや表情だけで見事に演じ分けていた。さらにその華奢なシルエットからは想像もつかない肉体美や、普段はクールだが笑顔になった途端に可愛らしさが前面に出てくる表情のギャップなど、その恵まれたビジュアルも彼が人気を博した要因ではある。しかしそれ以上に気になるのは、一筋縄ではいかないミステリアスな存在感で何を考えているのかわからない不思議さが人を引きつける大きな要因となっているのは明白だ。なるほどね。うん。で、さて、そんな臨床犯罪学者日村秀夫の推理にもおなじみのあの方からメールが。包帯で顔をぐるぐる巻きにした人物が登場すると、どうしても透明人間を思い出してしまう今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。何話のフォレストガンプです。日村秀夫の推理第2話、推理物の定番、旅館を舞台にした物語でしたね。日村秀夫は警察から犯罪心理学の知識を買われて事件解決に協力するというのが基本ラインです。なのでここでは何かの腕前を買われて事件解決に協力する主人公を描いたという映画を紹介していきたいと思います。まず思い出すのは1991年のアメリカ映画羊たちの沈黙です。謎の連続猟奇殺人を解決すべく、かつて猟奇事件を犯して拘留されている精神科医レクター博士の協力を仰ぐというストーリーでした。犯罪者の心理分析を買われての協力という点では日村秀夫と同じなのです。そのレクター博士を演じたのがイギリスの名優アンソニー・ホプキンス。協力を得ることとなる FBI 実習生をジョディ・フォスターが演じ、二人ともアカデミー主演賞を獲得しました。それだけでなく作品賞、監督賞、脚本賞など主要5部門受賞という、未だに3本の映画しか達成できていないという素晴らしい栄誉に輝いています。主演の2人はその後も着実にキャリアを重ねています。しかし監督賞を獲得したジョナサン・デミははっきり言って、後にも先にも輝かしいのはこの作品だけというのが厳しい現実です。いわゆる一発屋扱いなのです。もともと B 級 C 級のアクションやコメディ作品が多く、羊たちの沈黙だけがまるで別格の作品なのです。本当に同じ監督なのだろうかと
と最初は疑ってしまうくらいの不思議な出来事だったのです。ただドキュメンタリー映画もポツポツと監督しており、そのタッチを買われての監督起用だったのでは。で、その才能がこの作品に限って大きく花開いたのではと推理しているわけであります。日村秀夫の推理はまだまだこれからですが、1話完結型なので毎回どのような推理が展開されるのか楽しみにしたいと思います。なるほどね。ということで、何はともあれ臨床犯罪学者日村秀夫の推理、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。